さあ始まりました。いなチャンネル。新潟記念2020最終予想。本名場、そして解目の方ですね。徹底的に解説していきますということですね。ワーケアが登場する新潟記念。徹底的に解説していきます。新潟記念最大の悩みをお伝えいたしますということですね。今回ワーケア。このワーケアという3歳馬ですね。ククラシックモニ ワーケアという3歳馬をどう扱うのかこれがですね最大の焦点悩みになっているんではないでしょうかということで,ですねこの馬の扱いをどうしていいのかこれがですねめちゃくちゃ難しいですねえ一昨年ですねブラストワンピースが優勝したように3歳でも勝てないレースではないんですけれどもこのワーケアをどう扱うのかこれがですねめちゃくちゃ難しいんですねということで,ですね人気馬解説で徹底的に解説するんですけれどもまずはですね本命,馬本命馬の方の発表にですね行きたいと思います。 ということですね、早速本命馬の方を発表していきたいなというふうに思っております。ということですね、今回本命馬はワーケアではございません。ワーケアを本命馬にするわけではございません。えー、内枠に入った馬ですね、えー、4歳馬、4歳馬の内枠に入ったの馬からいきたいなというふうに思っております。ということですね、今回私の本命馬ですね、ピースワンパラディ、この馬ですね、えー、現在4番人気ぐらいですか、ピースワンパラディから狙っていきたいなというふうに思っております。 こちらですね、展開予想になるんですけれども人気馬次男坊そしてブラバスそしてワーケアこの辺りの位置取りなんですねということで,ですね、これはですね、展開予想で詳しく解説しているので今回ポイントに絞ってですね、やはり先行馬の方が今回有利だよと差し追い込み馬が今回多いので18頭立てですけれども先行馬逃げ先行馬が有利前に行けば行くほど有利ですねウィン・ガナドルですねこの馬を展開推奨馬に指名させていただいたんですけども穴馬として狙っていくんだったらやっぱり 後ろよりも前の馬、前の馬から狙っていきたいよというところがですね、今回のポイントになっております。ということですね、このようなポイントもですね、軸にしながらですね、前の馬からですね、本命はピースワンパラディの方を選ばせていただきました。ということですね、人気場解説ですね、人気場解説の方に移っていきたいと思います。このようなフォーマットに当てはめてですね、人気馬の方を解説していきたいと思います。本線はですね、今回馬で4点で狙っていきたいなというふうに思っております。 人気場の最終見解に行きましょうということで、すね人気場についてポイントを絞ってですね徹底的に解説していきます。ぜひですね、えー、比較検討しながらですね予想に役立ててください。まずはですね、えー、内枠に入りました次男坊からいきたいと思います。 まずは3枠5番の次男坊から解説していきたいと思います。ということでですね、この馬ですね、昨年の2着馬で適正は間違いなくあります。新潟の2000メートル、これへの適正はですね、確実にあると言えるでしょう。今年年はですね、昨年よりも、 昨年よりも展開が向きですね、上位候補になることは間違いございません。しかしですね、前走の七夕賞ですね、七夕賞9着がですね、これがですね、かなり期待外れだったかなというふうに思っております。前走9着馬もうほぼほぼ2桁着順の馬をですね、えー、軸にするのはなかなか厳しいなというふうに思っております。ということですね、新潟で巻き返しはあるんじゃないかなというところですね、えー、期待の馬とさせていただきたいと思います。 続いては、里のガーネットですね。里のガーネットについて解説してまいります。ということでですね、前奏の小倉記念2着だったんですけれども、小倉ではですね、やはりですね展開がですね、えー、差し馬しか来ない展開、展開がハマりすぎたと言えます。展開がハマりすぎてですね、この馬ですね、最後の追い込み足が届きました。今回はやっぱりスローペースの前残りというところですね、この馬ですね、やはり展開の助けがないと厳しいタイプなんですね。前が速くなって、総崩れして、 それで追い込みが決まってくる、こういった競馬でしかですね、活躍できないタイプですので、今回、スローペースの前残り、これはですね、展開予想的にはですね、もうほぼほぼ間違いないので、この人気だったら馬券にはいらないなというふうに思っておりますということで,で、すね、きりでいいんではないでしょうか。 続いてはワーケア、ワーケアについて解説していきます。ということで、すね、この馬、北海道からルメールが出てくるほどですね、期待が込められている馬だな、その期待値とですね、やはり53キロという金量ですね、重症も勝っていないですし、期待値プラスですね、53キロという金量ですね、これが一つ魅力じゃないかなというふうに思っております。ということで、すね、初のコバの相手、初のコバ相手で、しかも初の新潟っていうところで、やはり軸には不向きだなというふうに思っております。 ダービーの内容からもですねそこまでですね2歳の時から成長しているなというふうには思えなかったので軸には不向きじゃないかなというふうに思っております。飛んでくれたらおいしいなという方にですね私は1票投じたいなというふうに思っております。ということですエ、ね、ルメールが乗って海洋素も非常に強いんですけども今回はですね期待薄ぐらいにとど、ね、めさせていただきたいなというふうに思っております。 続いては外枠に入りましたブラバス、4番人気が予想されているブラバスについて解説していきたいと思います。このままですね、55キロの新潟大商店で4着、同距離同分。 で4着ととといいいううことですすね適正はあるんじゃないかなかううに見ておりまさらにですね、今回、今回ですね、強調したいのが、やはり新潟大商店よりも相手が強化されているというところですね、しかも金量が 1kg 増、これがですね、若干の不安要素になっているかなというところですね、印の方を下げさせてもらいました。しかしですね、やはり前走の内容が非常に良かったんですね、えー、前走の内容が非常に良くですね、厳しい展開でもよく伸びてきました。今回は展開のの助けもあるので なかなかですね、この馬、成長力っていうところにですね、魅力を感じているので、期待馬とさせていただき、ですね、馬券の方、組んでいきたいなというふうに思っております。続いては、ピースワンパラディー本命馬に指名させていただいているピースワンパラディーについて解説していきますということですね、この馬。 左回りが得意の素質馬でして、4、2、2、1というですね、成績、青葉賞でも3着に入っているように、ですね、4、2、2、1というですね、非常に素晴らしい成績を収めております。ということで、すね、エプソムカップ、唯一ですね、馬券を外したエプソムカップなんですけれども、前残りの不良馬場というところですね、この馬にはですねなかなか厳しい展開になりました。初の小馬相手で、しかも前残りの不良馬場で2桁のですね、 え番手からですね駒を進めていったというところですね、なかなか厳しい展開になったんですけれども、それでもですねやはり7着とそこまで崩れていないところから、ですねこの馬の実力は大したものだなというふうに思っておりますということですね、今回緩いペースで楽に先行できそうですし、内枠を引いたということもありまして、直線勝負で一番魅力的なですね走りをしてくれるんじゃないかなというふうに思っております。でですすねねにていととうしまここの馬本 の方を組んでいきたいなというふうに思っております、えー、最初のフォーマットに当てはめるとですねこのような形になりました展開推奨場のですねウィンガナドルですねウィンガナドルをこの位置ですね高評価の位置に置きましたということですね本名はピースワンパラディここからですね生まれを狙っていきたいな3から4 5 10、17、ウマレン4点でですね、ワーケーが飛んだら美味しいなというような馬券の組み方で狙っていきたいなというふうに思っております。ということでですね、最終の未公開の馬券になるんですけれども、3連複フォーメーションで狙っていきたいかなというふうに考えております。そちらもですね、ぜひお見逃しのないようにしてください。ここではですね、ウマレン4点でピースワンパラディからですね、行きたいなというふうに思っております。 懐けば本気で勝ちたい方、チャンネル登録で本当に役立つ情報を得ていきましょう。グッドボタンで運気を貯めていきましょう。さようなら。